ジョバンニバチスタトラベルソジョバンニバチスタトラベルソはイタリアの菌類学者、植物病理学者である。パビーヤで生まれた。パビーヤ大学で自然科学を学んだ。卒業後モデナの農業試験場で働いた後、パドバに移り、植物学教授ピエール・アンドレア・サッカルドの下で働いた。サッカルドと教著でコントリビュージオーネ・ウォール・フローラ・マイコロジカ・デラ・サルデーニャや スッラディスポジジオーネイ、ノーマンクラーチュラデイ・グラッピー・マイコロジシダ・セグアルシー、ネル、フローラ・アイタリカ・クライトガマなどを執筆した。1905年に一般植物学の学位を得て、1914年までサッカルドの助手として働き、菌類の研究を行った。1915年にローマの植物病理学試験場の副所長となり、 ジュゼッペキュボーニのもとで植物の貿易の仕事を行った。栗の薬病菌など研究し、菌類の分類を行い、多くの菌類の記載を行った。1923年に、ミラノ農業研究所の植物病理学の教授になり1948年まで、その職を続け、その後名誉教授として働いた。その間もアスペルギルスキタイ理などの新種の菌類の記載を行った。 1500以上の菌類標本を残した。フローラ、アイタリカ、クリプトガマなどに、懸命された。トロベルソは、植物の学名で命名者を示す場合に、序盤にバチスタトラベルソを示すのに使われる。ありがとうございます。